令和5年1月4日文化人デジタル瓦版メンバー限定ライブその3です。よろしくお願いいたします。さあ、ここでまた対中問題を見ていきたいと思います。門田隆昌さんの1月2日のツイートです。元日午前、中国軍の WZ-7 偵察型無人機が沖縄本島と宮古島間を抜け、東シナ海と太平洋を往復したと防衛省を発表。同機種の飛行確認は初。WZ-7 は太平洋を南西に進み、反転して同じルートで東シナ海に戻った。空自は緊急発進。日本を舐め切った中国の元旦の挑発。親中の皆さん、コメントをということなんですね。はい。そしてもう一つ言ってみましょう。これは TBS ですね。はい。米軍機が中国軍機に接近と、中国側主張、新たに映像公開、対立する主張と。中国軍の、これ1月2日なんですが、中国軍の戦闘機がアメリカ軍の偵察機に異常に接近したと、アメリカ軍が発表した問題で、中国軍は新たな映像を公開して、米軍機が中国軍機に接近してきた、などと反論しました。この問題は、アメリカ・インド太平洋軍が、先月21日、アメリカ軍の偵察機が、南シナ海上空の国際空域で、通常の偵察飛行中に、中国軍の戦闘機、これ、メツですか ?11。1011が、およそ6メートルの距離にまで異常接近したことを発表し、中国側に危険な行為をしないよう求めたものですと。はい。ということなんですね。ということで、もう、まあ、正月、早々、元旦からですね、もうこういう、まあ、挑発行為がもう頻発しているという状態です。これは、やはり緊迫度は日々高まっていると見るべきなんでしょうか、山下先生。これ、これに載ってませんけど、はい、遼寧を中心とする空母機動艦隊が、はい、宮古島と沖縄本島の間を通過して太平洋に行って、で、艦載機の離着陸訓練を結構やって、で、それに関連して、多分、偵察型の無人機が、太平洋に出ていったんだと思うんですよ。で、それをパックで合わせて、日本に対して威圧はしてますよね。まあ、いわゆる、加藤先生が言われたように、舐め切ってますよね。で、こういう話を、琉球新報や沖縄タイプスは何もやらないで、ひたすら自衛隊の強化は、軍拡だ、軍拡だって言ってますけど、しっかりこれを見て、コメントしていただきたいですよね。それから、米軍機が中国に接近って言って、新たな映像を公開してましたけど、はいはい、アメリカの電子偵察機ですよね。あれが接近はしないでしょ。旅客機みたいなやつですよ。戦闘機の方ですよね。あれなんかどっかレーダー照射事案でも同じような話ありましたよね。ありましたね。どっかの国が公開して、自衛隊側が接近したとか、なんか異常接近したとか言ってましたけど。対潜哨戒機がね、駆逐艦に異常接近するかっていう。わけがない。ですよね。これ、この中国のやつだって、電子偵察機ですよ。別に戦闘機を見てたわけじゃなくて、電波拾ってたかなんかでしょ、あれ。はいはいはい。それ戦闘機の方が困り効くんですから。これね、さっきこれちょっと写真もう一回出ますか。この中国側が新たに出してきた写真なんですけれども、これ、真ん中に映ってるのが、これ、アメリカの、多分アメリカの電子偵察機じゃないですか、これ。真ん中これ、戦闘機ではないですもんね。はい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 、はい。で、手前のなんかミサイル積んでるように見えるのが戦闘機でしょ。はいはいはい。この写真だけ見て、アメリカ側が寄ってきたって分かります？っていうか、だって、でかい巡航、要するにクルージングしてるわけでしょ、アメリカの飛行機の方は。そうそうそう。で、そこで戦闘機の方は、前飛んでて、どうやって近づくの？スクランブルかけてきたんですけど、お前が寄ってきたんだろうってですね。いや、でも長尾先生、これ見てましたもんね。レーダー照射事件、韓国の時もそうでしたけれども、これ面白くないんですけどね、必ず逆を言いますよね。いや、近づいてきたのはお前たちだと。いや、危険なことやってきたのはお前たちだと。とっさにそういうふうに逆のことを堂々と言うっていうのが、これは大陸と半島に共通したカルチャーのような印象を受ける日本と極端に違うと思うんですけどね。いかがですか？
まあそういうもんですよね。もう、うん、ある言わずと知れた。山下先生にちょっと質問があるんですけど、はい、どうぞどうぞ、はい、無人のね偵察型機が近寄ってきた時、あの警告射撃だとかああいうやり取りってやるんですかね。今の対領空侵犯措置だと、はい、定められた通りだとそれですよね。そうですよね。ただのゴリラ、あの私一回ね入間からあの茨城県沖でちょっと訓練をあの国防部会長代理やってた時に参加させてもらったことがあるんですよ。その時に警告射撃でこういうやり取りするんですということと、あと、距離はちょっと言えませんけれど、もう本当僕らが乗ってる飛行機のすぐそばまで、寄ってきて、で、近寄る操作は危ないので、離れていくというちょっと訓練をやりますからって言った時に、ものすごい乗ってる機体がめちゃめちゃ揺れて、あ、この距離でこんなに圧が来るんだと思って、この6メーターっていうのは一瞬その時のことを思い出してしまいまして、ちょっと前半だけ質問ちょっと中途半端になっちゃいましたけど、やっぱり現行法上その決まりにのっとってやるしかないってことですか。そうですね。だから撃ち落とせない。そうです。だからドローンに対してどうするんだっていうのはやっぱりしっかり詰めとかないと。そうですよね。今からドローンがいっぱい来ますから、でこれ攻撃型のドローンだったら間に合わないんでですね、はい、やはりドローンはもう自動的に落とすと、領空に入ってきたら、うん、そういう法体系にしないと対応できないですよね、うん、だってこちら側が警告でなんか撃つじゃないですか、で撃ってるっていうのを隣で見てるわけじゃないですもんね。そうですよ、まあ地上で中国大陸でコントロールしてるやつが見えてるかどうかもわからないし。そうですよね。あとは GPS で自動的に回ってるやつかもしれませんか、うん、そうなってくるとますますもう彼関係ありませんから、機械ですから。そういうことですよね。だからそこはやっぱりすぐ法改正をして行かないと現場の自衛官の皆さん困りますよね。今からますますこういう事態が多くなってくると思います。そういうことを今のニュース解説見てそう思いました、うん、あとは空もそうですけど、うん、無人の水上攻撃型のドローンというかですね、ああいうのも出てきますから、今いる新しい装備に対してどう対応するかっていうのも検討していかないといけないですね、うん、水中ドローンっていうのもあるんですよね。水中も水上も、水上っていうのは水没しないっていう、はいはいはい、ウクライナ軍が国会で使ってたやつですね、はいはい、ああいうのも出てきますから、はい、まあ、新しい戦争の形にどんどんなってるということですよね。どんどん法体系も変えていかなきゃいけないということだと思うんですが。さあ、中国の動きですが、王毅外相ですよね。彼が引き続き中国外交トップにということで、対米関係対話を追求、北京の時事通信です。中国メディアが1日に報じたところによると、先に外相職を解かれた王毅氏69歳が楊潔チ氏の後任として共産党中央外事工作委員会弁公室主任に就任したと、共産党で全てを指導する中国は同主任は外相よりも格上で、王氏は引き続き外交トップを務めるということなんですね。これはまあ中国の場合にはまあ政府と党が分かれていて、党が当然こう上にあると。ということで、まあ、外相という言葉を聞くと、普通はまあ外務大臣というふうにまあ考えるわけですけども、その王毅氏よりも、党に所属する楊潔チ氏の方が格上だったと。まあ、そういうことがあったわけですけれども、今度、なんとその楊潔チ氏をこの王氏がまあリプレイスしたと。まあ、そういうニュースですね。これ、長尾先生いかがですか？これね、今まで王毅が外交のトップだって思ってる日本人すっごい多いと思いますよ。序列20数番目ですからね。本来であれば外務大臣、日本の外務大臣と楊潔チがカウンターパートナーとしてやんなきゃな、うん、要はもう本当こういうところから中国にバカにされ、でまた報道も
王毅と林外務大臣、あるいは岸田外務大臣、うん、この辺が、会談することで、おお、外交のトップ同士が喋ってんな、みたいな、そういうね、滑稽な、もう本当に、茶番を見せられてきたわけでね、うん、これは、これを機にね、もう少し、報道も目覚めていただかないと困りますな。うん、いや、本当そうです。だけど、基本ですよね、これはね。はい。ね、はい、だからまあ、だから、林さんの立場で、まあ、これまで大木さんと会ってたら、それはまあ、格下を当てられてるってことになっちゃうわけですよね。そういうことです。うん。うん、いやいやいや、この辺、ちょっと本当にね、認識を改めなきゃいけません。さあ、その中国なんですけどね、この中国高官の謎の急死が相次いでるっていうんですよ。で、これちょっと記事出していただけますか。これはだけどちょっと待って、これいつの記事かな、これは。あ、ちょっとこれ古い記事ですね。夏ですね。夏ですね。はい。これちょっと古いですけども。ね、はい。やはりですね、まあ、これまあ、党大会の前ですけどね、そういうふうに、まあ、高官がどんどんこのいなくなっていくという、だから実はこう、そういう布石があったと。まあ、いうことなんですよね。その、中での、まあ、粛清みたいなことがずっとあって、そして、ああいうクーデターみたいなものがあって、で、今日につながっているということで。まあ、だからやっぱり本当に普通の日本の政権交代とはわけが違うということなんですよね。はい。さあ、それでは、17番ですが、はい、三木慎一郎さんのツイートですね。はい。中国共産党の常套手段である青少年交流という名の共産主義海外宣伝工作に加担する日本の地方都市の教育委員会って実はかなり多いんですよ。中国共産党の目的を知っておきながら日本の学生に無理やり中国と交流を押し付ける地方都市の赤い教育委員会、今年開催された中日青少年交流の一部ということで、これは写真出るんですかね。はい。北海市を、外国語実験学校、熊本県立八代かな、中学校が青少年オンライン交流会開催と。はい、こちらは四川省ですか、ガビーさん市と新潟県柏崎市が青少年オンライン交流イベントを開催ということですね。あ、まだあるんですね。はいはい。こういうふうにいろいろとこう。だからこれ、だからどうもね、教育委員会というと、もう本当に、例えば、もういじめ問題があってもね、いや、いじめじゃありませんでしたとかね、100万円取られても、いや、恐喝じゃありませんとかね、なんかもう、保身の塊みたいな、実、まあ、ちゃんとやってるところもあるんでしょうけどね、印象を受けるんですけど、なんかこういうことを、やっぱやたら一生懸命、やる、やっぱり性質を持っているんですね。これは、まあ、長尾先生、これはまあ、教育委員会のやることですから、なかなかこれは、何も言えないっていうところですか？うん、まあ、そうですよね。この流れはね、これからもっと強くなっていくと思いますよ。大学間交流協定、いわゆる留学生については、まあ、政府も、今のままだと技術が抜き取られるぞと、文科省と経済産業省とタッグ組んでちょっと気をつけろという感じになってくると。やっぱりこういう民間交流、あるいは、まあこれは自治体ですよね。教育委員会。まあ教育委員会は自治体というのか、まあいろいろ議論があるところなんですけど、ここはね、教育委員会ってところはすぐ食いつきますからね。こういうのに。なんか自分たちの手柄というか、ちゃんとこういうことにね、国際交流に取り組んでます感もこれにまみれて、多分中国側はこういうところで人と人とのつながりを使いながら、中国の友好っていうのはね、絶対信用しちゃいけませんから、自国のためのまあ国益を最優先するために、日本の国益を吸い上げるための友好ですんでね。まあ多分こういう自覚は教育委員会にはおそらくないと思いますね。これから持っていただけるように世論を盛り上げていかなきゃいけないなと思います。
はい、これはまあそのまあ自治体任せにもできないという、こういうところからやはり浸透してくるということですからね、うん、はい、まあ、オーストラリアの場合には、まあ、中国関係法、あ、中国じゃない、外国関係法という法律を作りまして、うん、まあ、自治体ですとか、あるいは大学ですとか、研究機関ですとか、まあ、あらゆるところがですね、外国の、まあ、自治体ですとか、あるいは研究機関と結んでいる、協定なり、何なりを全部見直してですね、うん、それは国益に反すると判断したら、連邦政府の、まあ、外務大臣の権限でそれをキャンセルできると。まあ、そういう法律を作りましたからね。これはまあ、あの、メルボルンがあるビクトリア州が完全に中国、もう本当に微中心中になっていることに業を煮やして、そういう法律を作ったわけですよね。ですから、やはり、そういうちょっと力技もですね、まあ、時には使わないと、こういうところからひどい浸透があって、幼い子どもたちの、頭脳が赤く染められてしまう危険性があるんじゃないかというふうに思いますよね。さあ、次、もう一回、三木慎一郎さんについてなんですが、はい、これは中国の江元裕駐日大使の在日同胞に向けた新年の挨拶と、私たちは第20回党大会の精神を学び実行し、外交官の本来の使命を忘れることなく国益と国家の尊厳をしっかりと守っていく、日本にいる同胞の合法的な権利と利益をしっかりと守っていく、日本の同胞を団結して習近平精神を実行していくとクエスチョンマークと答えんですよね。これ、ちょっとこの在日同胞ってこれ、なんか最初のところ読むと、外交官の本来の使命をって書いてあるから、これあくまでも在日の中国人に外交官に呼びかけてるのかなと思うんですが、その後なんか読んでると、なんだか、日本にいる中国人全般ですね、なんか呼びかけてるように、これ、なんか読めちゃいますよね。これ、全国分かれてて、はい、上の方はあの外交官として言ってて、はい、今言われたところ、同胞の合法的な権利と利益っていうのは、はい、日本国内に警察の派出所を置きますよって言ってるんじゃないですか。そういうことか。こんなことやったらいけないですよね、うん、同胞の合法的な権利と利益をしっかり守っていくとか、守ってくれって日本に言わないといけないんですよね。あ、そうですね、はい、そうですね、あなたがやるんじゃないですよって、はい、そうですね、なんかその確かにこの言い方からすると、自分たちがやるって言って聞こえますよね。そういうことですよ、はい、だから警察署を置くっていうことです、うんうんうん、まあ、そういう厚顔無恥な、まあ、国際法を無視のですね、ことを平気でやってくる、まあ、それは明らかな、まあ、間接というよりもほぼ直接的な侵略行為なわけですけれども。まあ、ですから、まあ、よくね、中国共産党と中国人は区別しなきゃいけないと、まあ、言うんですけども。まあ、それはわかるんですけど、もちろん。まあ、しかし、まあ、中国共産党を作ってるのも中国人であってですね。そしてやはり、こういった、まあ、中国が警察を勝手に置いて、まあ、取り締まる対象もまた中国人であり、守ると称している相手もまた中国人であるということで、これなかなかですね、簡単にきれいに分離できるものじゃないと思いますよね。これは日本人も気をつけないと、はい、中国の国内法っていうのは、はい、生きがい法だから、はい、中国の国内法を日本で破ったら、日本人が、はい、中国に旅行したら捕まりますからね。はい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 。だからその辺も我々はしっかり用心しておかないで、じゃあ中国の国内法って何だったら、その時にできますから。ああ、はいはいはい。よくわからないですよね。その時作っちゃうんだよ。うん。我々気をつけないといけないですよね。いや、本当そうですよね。だから本当は先生方、池袋あたりで飲むと気をつけてくださいね。はい、で、その後中国行ってね、お二人とも帰ってこなかったと。まあ、いつ行っても帰ってこれないと思うんですけども、一方で、日本に逃げてくる人たちもいるようなんですよ。はい。知識人、富裕層が中国を脱出と、終戦政権に今、まあ、嫌気。日本移住も、ルポライターの安田さんですね、峰俊さんのインタビューということなんですね。まあ、これ、まあ、中国共産党大会を経てですね、まあ、習近平さんが、まあ、異例の3期目入りしましたと。で、習氏は党大会で過去10年の実績を誇り、ゼロコロナ政策の成果を強調したと。しかし、新指導部の顔ぶれを見ると、習氏の3期目はさらに独裁色を強めそうだと。
一方で長期化する強権政治に嫌気がさした知識人や富裕層が続々と海外脱出を図っている。中国社会の実情に詳しいルポライターの安田峰俊氏に聞いたということで、これですね、どうやはりシンガポールに逃げる人はやっぱすごく多いらしいんですよね。まあ中華文化ですけどね、基本的には。中国も通じるし。やはりその、もうこれ金持ったりしてね、もういつ取られるかわかんないし、危ないと。でも逃げようっていうんで、逃げられる人はもうどんどん逃げてるらしいんですよ。で、シンガポールが一番人気らしいんですが、日本もですね、もう安いし、まあ安全だし、ということで、日本にもかなり来ていて、だからものすごい高額の不動産がポンと売れると。で、その時以前はタワマンとか投資対象だったと。とかそれも今居住目的で、本当に自分たちの住む目的で来ると。で、アリババのジャック・マーなんかもですね、東京でうろうろしてたりするらしいんですよね。で、ジャック・マーみたいな人間でさえですね、中国共産党の機嫌損ねると、まあ叩き出されるわけじゃないですか。自分たちもこれ明日は我が身だなと。というわけで。で、まあ、中国国内で習近平政権が統制をどんどん強めていく一方で、まあ、逃げ出していく中国人富裕層や、が多いと。あるいは知識人が多いと。まあ、そういうニュースですね。やっぱりそういうことって必然的に起こるんですね。長谷川先生。これ習近平3期目が決定した直後は、富裕層がパスポート取り上げられたりして、国会に出れなかったんですよね。で、富裕層が、まあ、つまり、もう、中国に対する、あるいは共産党に対する帰属意識などない富裕層、まあ、いわゆる中国のインテリ層がですね、札束持って、全世界に、イナゴのように、飛び立つなんてことは20年ぐらい前まであって、で、習近平3期目体制になる直前ぐらいに一気にやっぱり出てったんですよね。で、今山岡さんが紹介されたように、まあ、私は、今月発売のウィルに京都の古民家が片っ端から買われてるっていう原稿を、出しているんですけども、ただ一時ですね、買い方が少し、ペースが落ちてきた。その背景はゼロコロナ政策でもって外に出れない。3期目になって外に出れない。だけれども、今般、本当にコロコロ変わりますよね。独裁国家って本当に動きが早いなと思って、改心しきりなんですけども、もうどん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 外出ていいよというふうに方向転換してしまったんで、またこの局面でね、もうガンガン外出てきますよ。で、多分ね、日本のあらゆる土地やら建物やら、まあ利用制限かけた法律ができましたけども、こんなもん今この瞬間、功を奏しているとはとてもとても思えないので、ちょっとこの辺ね、深刻な状況を予兆として、心構えておかなきゃいけないと思いますね。そうですね。はい。いやそういう、まあそれを、まあ、チャンスというふうに捉えちゃう人もいるんですよね。これね。うん。富裕層が来ることをチャンスと捉えちゃう人もいるんですよ。うん。そこを本当に安全保障の観点からよく考えなきゃいけないと思います。はい。それでは、このセッションはここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。また次のセッションでお会いします。